いきますね。はい、新井さん、推しを戻してくださいね。推し戻しよ、いきますよ。HKT48 の推し編タイムです。どうぞ。え、ちょっと戻ってきてよ、寂しいよ。はい、もう、同い年なのにさ。え、タメ？そう、え、タメだよね。タメじゃん。大学年生。そうだよ。戻ってきてくれんと？かわいい。ねえねえ。いいよ、やめてよ。いいよ、アナイさん、もっといけ。ちひろん、寂しいよ、とっても。待っとるのにさ、はい、クッス好きだよ。あー、なんで？こっちが照れちゃう。私もまだ若いよ。ねえ。そうだよね。聞いてる。これ結構いいじゃないですか。これ、しびれますよ、聞いてて。だってもうなんか、ねえ。いや、なんかもう、ダメな声が聞こえたもんね。りょうやくん、りょうやくん。ねえねえ、りょうやくん。ちひろんのこと好きなの？ねえねえ、聞いてる？好きです。ほんと？なら HKT のこと好きになってみるのはどう？今日から。どう？ちょっと迷ってるな。I love you! I love you, りょうや。I love you! You!You love me. You love me. I love you too. Oh! Thank you! I love you! なんか結構男って単純なんじゃないか説が出てきますけど。そうですね。ちなみにこの3人の中だと誰がいいですか？アナイちゃんですかね。アナイちゃん。アナイちゃんだよ。じゃあ、キャップン、ちょっとポンコツですけどね、は真面目なので。アピールしてもらいたいと思います。HKT48 で推し編タイムスタート。頑張れ。大学満喫中さん、はい、噛んじゃってる。私も結構真面目って言われるんですけど、まあ、今度握手会とか来てくれたら、まあ、多分覚えてると思うんだけど、まあ、ギュッといっぱいしてあげたいなって思うけど、HKT のことを好きになってくれんとかいな。好きになってくれたら嬉しいんだけどな。ギュッといっぱいしちゃうって言ってます。もうむぎゅってするのにな。これ結構いいじゃないでしょうか。それじゃあ、大学満喫中さん、あなたはどのグループのファンですか？HKT です。イエーイ。やっぱりギュッと。